どうも、ホナです。そして家族でございます。というのでですね、ちょっと今娘は昼寝中でございまして、とあるところに向かっております。まあ、とあるところって言ってもあれですね、横浜でございます。ということで、横浜ね、久々にちょっとね、伺うわけでございますけれども、今回なんですけど、横浜ベイホテル東急、こちらにですね、宿泊する予定でございます。横浜に遊びに行こうかなというふうに思いまして、今回なんですけども、横浜だけじゃなくてですね、ちょっとまとめてですね、静岡にグランピングに行くっていう動画もですね、入っているはずなので、2本まとめてですね、ちょっとお届けしようかと思っております。まあ、その理由についてもね、また後々、ちょっとお話しできればなっていうふうに思っております。とりあえずはですね、今はですね、娘が寝てるということもありまして、あえてですね、下道で時間をかけてですね、向かっているという感じでございます。では安全運転で向かいましょう。すいません、こんにちは。ありがとうございます。宿泊するんですけども、宿泊でありがとうございます、はい、駐車場地下になりまして、はい、そちらの高さ制限と書いてあるゲートからご入庫いただけるようになっております。わかりました。大きなお荷物などお先にこちらでお預かりいたします。あ、いや大丈夫です。はい、わかりました。じゃあそちらに伺います。はい、エレベーターでお2階までお上がりください。わかりました。ありがとうございます。はい、充電器が2台ありまして助かりました。じゃあさせていただきます。お、はなちゃん起きた。おはよう。汗かいたね。じゃあホテル行こうか。はい、横浜ベイホテル東急なんですけれども、はい、こんな感じでクイーンズタワーというですね、タワーの中にあるということですね。こんにちは。はい。あ、はい。はい、どうもありがとうございます。お待たせいたしました。お部屋でございますが、はい、今日21階のこちらでご一泊ご用意しております。はい、お部屋は明日のお昼12時まで使っていただきます。はい、わかりました。でこちらの次通りの特典のウェルカムドリンク券、ワンドリンク券、ソフトドリンク召し上がっていただきます。後ろ手のラウンジ、ソマーハウスの方で、本日4時が営業終了となりますので、はい、もしよろしければご利用ください。わかりました。明日は午前11時半から営業いたします。はい。はい、こちらの次々ご利用のお客様に、はい、私のホテルの方でお作りしたらご案内となりますので、もしよろしければ。あ、わかりました。了解です。はい、よし、ということで無事チェックインすることができました。じゃあ早速お部屋の方に伺いましょう。というので今回ちょっと後で説明するんですが、この次々というですね、サブスクサービスを利用しての宿泊となります。211、はい、ということで25階まであるんですね。それでベイクロバフロアということでクラブフロアもあるそうで、ちょっと今回クラブフロアではないんですけども、はい、ラウンジもあるそうでいいですね。では今回21階の高い部屋を選んでいただきました。ありがとうございます。2117、2117、こちらね、
17探そう。あ、ここだ。よし、じゃあ開けて。これカード、はい。ピーして、これ1枚取って。いっぱい取って。いっぱい、1、2枚じゃいかないんじゃないかな。1枚ずつ。あ、いけた。よし、いっぱい引いた。はい、はいちゃんどうぞ。わあ、ということで、すごい素敵な部屋でございまして、ありがとうございます。ちょっと外の景色見てみようか。わあ、ということで、とても綺麗な感じで、あの、いいですね。多分ね、場所によってはね、あの、観覧車とかね、見えるとこもあると思うんですけど、こちらでも、もう本当にいい感じの景色でございます。こんな感じになっておりまして、じゃあちょっと軽くルームツアーをさせていただこうかと思います。はい、こんな感じで、わあ、すごい。はい、このバスタブもありまして、あ、ということで、今回あの娘と行くと、もちろんね、伝えてるんですけど、歯ブラシも置いていただいたりとか。あ、こちらね、いいですね。はい、ということで、アメニティもしっかりですね、用意していただいております。ありがとうございます。それで、こちらがシャワーになってまして、こちらがおトイレですね。はい、というわけでいい感じです。今回なんですが、こちらですね、はい、あの、次々というですね、東急ホテルズのサブスクサービスをちょっとね、今回どんなもんかっていうのをですね、あの、利用してみた感じでございます。それで全国泊まり放題ということですね。本当にね、もう30泊泊まれるプランもあるんですけども、200だけっていうプランもあるんで、1ヶ月に、あの、それをですね、利用してみたような感じで、まず一発目としましては、横浜ベイホテル東急、こちらね、東急ホテルズの中でも代表的なホテルで、ね、以前からちょっと泊まってみたいなというもので、空室がありましたので利用してみたという感じでございます。ちなみにこんな感じですよ、あの、アップグレードもね、あの、受けてくれる、お金を払えばしてくれるみたいですね。バルコニー付きとかクラブフロアとかね、まあ、いいですね。というわけで、あの、今回はちょっとそういったのもなしでという感じなんですけども、もう全然でもそれでも十分すぎるぐらいのお部屋です、ね。とりあえずはね、あの、ちょっとまた後で次々についてちょっとお話ししようかと思いますけど、まあ、使ってみないと分かんないっていうところもあるんで、こちらのですね、ホテルに来ましたので、はい、あの、楽しもうかと思っております。ではですね、横浜ベイホテル東急についてはですね、あの、プールも、あの、はい、あるということなので、ちょっとね、行ってみたいと思います。すごいね、室内行ける、うん、行きたい、行きたい、よし、行こう。すごい、なんかすごい、やばい、めっちゃ綺麗。そしてね、今誰もいらっしゃらない、よかった。おお、そしてこの景色ですよ。まあ、もう横浜もね、もちろんね、明日で、あの、出かけないですけども、すごいですね。あ、この景色は最高。サウナもありますね。お、めちゃめちゃありがたいね、プールとか。あ、いいね、ちょっと気をつけて。わー、すごい、これは嬉しい。すごいね。プールに早速行ってきたんですけど、たまたまね、タイミングが良かっただけだと思うんですけど、すごく良かったです。というわけで、もうね、ちょっと外を見ていただけば分かると思うんですけど、なんだ、日もね、落ちてきてということで、
というので、あの次々で、ね、予約した場合は基本的にあの朝食も、ね、とか夕食とかもついてないんですけども、あのちょっと今回はあの、まあ、晩ご飯はもうこちらの横浜ベイホテル東急でもういただこうかと思っております。というわけでちょっと今から行きましょう。じゃあ晩ご飯こちらのカフェトスカでいただきます。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。はい、ご案内いたします。おー、綺麗。あ、はい、どうもありがとうございます。あっち、あっち、宮城フィア、オープンキッチンなのですね。ピザも美味しそうですね。というので夜もパンあるのいいですね。お、メゾンカイザーのパンがあるんだ、すごい、というわけで、うん、めっちゃ美味しそうです。あ、はい、ありがとうございます。ソースいかがなさいますか？3種類からお選びいただけますでしょうか？あ、オニオンソースで。オニオンソース、かしこまりました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。そう。ソフトクリームというのデザート充実しております。感じでたくさん私も取っちゃいました。ではいただきましょう。横浜いいっすね。冬と似合う街です。じゃあこうやっていただきます。うん、うん、なんだ、うん、チーズ美味しい。というわけで宮城ヘアもあって、これはホヤということです。まあ、こんな感じで、ね、チッパーオフクーポンも、まあ、いただけてね、こんな感じで、まあ、あの食べることができたりですとか、まあね、あ、別についてないんで、まあ、例えば中華街とか行って晩ご飯食べたりとか、そういったことをしてもいいと思います。それはね、皆さんの、まあですね、まあ、お好きなようにという感じで、まあね、そういった意味では楽、ね、ホテルの食事もいいですね。ゆっくりちょっといただいております。ピザメザンカイザーと、あとデザート、いいっすね。うん、うん、ということは、じゃあ多分朝もね、出てくるの楽しみですね。もうちょっと今は限界なんですけど、うん、最高ですね。はい、じゃあゆっくり、あの大きいパスタで使っております。というので今気づいたんですけど、全然外に出てないっていうことで、まあ、今日はね、とりあえずはあのホテルでゆっくりして、ちょっと明日ぐらいにはね、ちょっと横浜の街、まあ、横浜の空気をね、あの吸いたいと思います。まあ、でも夜景を外から眺めてるだけで最高です。いろいろあるホテルの中からいいチョイスをしたと思います。お、すごいね。
ちゃんとパジャマあったけど、ちょっと大きいかな。すごい可愛いね。お、子供。お、スリッパもあった？花ちゃんの可愛いワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん。今日もゆっくり寝ようかと思います。また明日も楽しみでございます。では、娘も妻もね、喜んでということで。まあ次々なんですけど、一応ね、私がだから今回、まあ契約してるという形になるんですけども、同伴者1名まで無料で、まああと子供もね、まだ、ね、小学生になってなければ無料ということでですね。まあもし、もう一人でもね、十分お得なんですけれども、まあもしね、5月とかいるのであれば、もう一緒の料金になりますんで、まあお得っていう感じですかね。ということで、まあね、家族で楽しんでおります。はい、ということで、ぐっすり眠りましたね。では、私も寝ようかと思います。おやすみなさい。おはようございます。横浜2日目でございます。ということで、娘もね、よく寝たみたいで、私もですね、もうめちゃくちゃ寝ました。というので、もうカーテン開けるとこんな感じで、いやいいっすね。じゃあご飯今からですね、食べに行きましょう。朝食ですね。これ食べたい？おいしそうね。よし、食べよう。じゃあ、はい、ちょっと朝たくさんの人がいらっしゃいますね。じゃあ、行きましょう。あ、おはようございます。お持ちですか？はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。この天井高いのがいいですね。やっぱりありましたね。ということで、メゾンカイザーの昨日めちゃめちゃ美味しかった、このね、さつまいもデニッシュ。オムレツ召し上がりますか？はい、3つお願いします。3つ、はい。こんな感じで撮りました。いただきます。オムレツも美味しそうです。で、昨日はね、まあ、プールに入ったということもありまして、すごいぐっすりね、みんなで寝て朝を迎えることができまして、いいですね。東京ではあんまりプールも年齢制限がなくて無料のところっていうのはあんまりないと思うんで、いいですね。そういった意味でもここはおすすめです。こちら、アメリカのカイザー、はい、メゾンカイザー、はい。まあ多分週末はね、結構人はたくさんいらっしゃると思うんですけども、東京よりもなんかちょっと行ったりした時間が流れてるような感じがしますね。よし、でかい、大きいね、こうやって見るとね。朝食もですね、美味しくいただいてですね、通常であればチェックアウトは11時になるんですけれども、今回のまあ次々の特別優待っていうのもですね、ついておりまして、12時までですね、OK ということなので、まあ、12時までね、ゆっくり家族で滞在させていただこうかなというふうに思っております。では実際にですね、次々のサービスをですね、実際にですね、私登録しておりますのでね、どんな感じかっていうのをですね、ちょっとね、お見せしようかと思います。これがですね、次々のトップページとなっておりまして、東急ホテルズね、日本全国にたくさんのホテルがですね、ありますので、北海道か沖縄までね、そういったところと、かつ連携のところが多いんですよね。例えば北海道とか見ていただければ
分かりますけれども、まあ、基本的にまあこう東急と、ね、東急ホテルズになってはいるんですけれども、ホテル日光ノースランド帯広とかですね、 JR に札幌とか、こういったところともですね、連携しているということですね。まあ、こういったところに泊まるのももちろんありだと思います。まあ、それ料金に関してが、こちらがですね、サブスクのタイプとなっておりまして、選べる2、選べる5、選べる14、まあ、この3つがですね、基本的にありまして、値段がですね、200だと 23,980 円、私はこちら今契約しているものでございますけれども、まあ、だんだんね増やしていくことによって、まあ、お得感が増していくということで、はい、それでなんとですね、毎日プランもですね、ありまして、30泊できるというもので、もうこれに関してはその制限なしでですね、もうね、もう毎日、ね、週末とかも泊まることができて、お値段は29万9800円でございます。それでちょっとね、見ていただきたいんですけれども、こんな感じで、まあ、首都圏でそういろいろこんな感じであるんですけれども、まあ、ちょっと羽田エクセルホテル東急見てみようかと思います。空席状況っていうのがですね、ここで確認することができますけれども、このね P っていうところがですね、泊まれるところでございまして、金曜からの宿泊、土曜日からの宿泊で、祝日の全泊であればですね、このチケットっていうものが必要になりますので、このチケットに関しては追加で購入する手もありますし、あと選ぶ14とか14日のプランを選ぶとですね、チケットが4枚ついてきたりですか、そういった感じにあります。まあ、なので、まあ、サブスクでそういったチケットなしで泊まろうと思った場合は、まあ、平日で、まあ、宿泊と、まあ、今日もね、火曜日でございますけれども、はい、こんな感じで、まあ、宿泊することができますと。ちなみに予約に関しては当日空席があればですね、もうできるような状況となっております。はい、当日ね、だから気分によって、あ、ここ空いてるからちょっと泊まろうみたいな感じで使うことができるって感じですね。ちなみにですね、私が今泊まってる横浜ベイホテル東急に関しては、素泊まりでね、例えばこれ1週間後の同じ曜日の日程なんですけども、その日に宿泊しようとした場合ですと、23,500円となりますので、まあ、これだけでほぼね、サブスクの1ヶ月分になるんで、実質まあ半額ぐらいで、まあ、泊まれてしまっているっていう感じになるんですよね。では、ちょっと私的にですね、気になるホテルっていうところで、ちょっといろいろ見ていこうかと思います。まあ、多分中ね、どんな感じかって気になる方もいらっしゃると思うんで。というので、じゃあ、近畿、はい、行ってみましょう。これからですね、まあ、紅葉の季節ということでですね、まあ、京都に行きたいよっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。というのでですね、ちょっと見ていこうかと思いますけれども、京都東急ホテル、こちらをですねちょっと見てみようかと思いますけれども、まあこんな感じで、まあね、ちょっと埋まってるところもね、やはりあったりするんですけれども、まあでもね、通常であれば多分結構値段もね、お高くなってると思いますので、まあ、平日ね泊まれるよって方はですね、すごくお得だと思います。結構だから日曜日とか個人的に穴場だと思うんですよね。まあ、日曜ってね、一般的には休みですし、まあ、次の日ね、まあ、ね、仕事があるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、もし有給とかね、ちょっとフレキシブル動けるのであれば、結構こういったところ空いてたりしますしね、うん、ということで1ヶ月先まで予約することができます。なので次々利用される方で気をつけていただきたいのが、2ヶ月と3ヶ月後っていうのは予約することができないんですよね。なので直近で空いてる日に、この日にちょっと泊まろうみたいな、だから生活はそういった意味ではなんか楽しくなりますよね。そんな感じで見つけていくのがいいと思います。じゃあ他もいろいろ見ていきましょう。次はちょっと北海道見ていこうかと思います。ちょっと私もですね、娘にちょっと雪をね、ちょっとどんなもんかってね、テレビとかでは、ね、見てるんですけど、実際のものを見たことないんでね、一緒に見に行きたいなみたいなことをですね、ちょっと思ってたりするんですけども、すごいね、ちょっとインパクトありますけど、これ早雲閣というですね、老舗の旅館ということでですね、すごいですね、こういったところもあったりするんですよね。いいですね、温泉もね、ありまして、じゃあどんな感じかっていうのを見ていこうと思いますけども、あ、結構空いてますね。うわ、すごい。うん、これであればね、ほぼね、予約できるっていう状況なんで、旭川までね、まあね、無料送迎バスがあるということなんで、いいですね、飛行機でピュンって飛んで行っちゃうと良さそうです。はい。はい、というので、こういったなんか大自然があるようなね、リゾートホテルっていうのもありまして、ああ、いいですね。まあね、ちょっと都会の生活に疲れた人には良さそうですけども、はい、いいですけど、こういったところもあったりして、はい、まあこんな感じで空いてるっていう感じになりますね。 それでね、フォーポイントバイシラと名古屋、まあ、こちら泊まったことありますけども、そう、ここもね、実は連携してるんですよね。セントレン遊びに行くっていうのもいいと思います。いろいろおいしいものもね、空港にたくさんありますし、フライトオブドリームズっていうですね、まあ、ボーイング787
が展示されているところがあって、そこでですね、まあ、子供と遊んだりとかできますしね、うん、こんな感じで、ね、あったりとかして、はい、まあ、比較的空いてるって感じですね、はい、それで羽田空港もね、東急ホテルズありまして、これさ羽田エクセルホテル東急ですね、泊まられた方も、ね、いらっしゃるかも、いらっしゃると思いますけども、はい、こんな感じで、まあ、空いてるっていうので、まあ、もしね空港で全泊する際もですね、タイミングが合えば、まあ、利用できちゃうという感じでございます。いろいろあるんですけれども、個人的にはね、もうこうに例えばこんな感じでもう日程、例えば今日の日程とか入れちゃって、もう検索っていうのもね、できるんで、まあ、自分が空いてる日程で全国思い切ってね、検索して空いてるところにもうここ良さそうだなみたいな感じで見つけて行っちゃうっていうのは個人的にありかなって思いました。もちろんね、自分の泊まりたホテルを見つけて空席を見つけるっていうのはいいんですけれども、もう日程で検索して空いてるところに行っちゃおうっていうのが、ね、いいのかなっていうふうに思いました、うん。まあ、最近だとね、マイルを有効活用してるっていう人もいらっしゃると思います、まあ、だからマイルと、ね、この次々っていう相性はめちゃめちゃいいと思いますし、あとね、ピーチとも連携しておりまして、契約するとですね、ピーチ のクーポンもですね、もらえますので、まあ、そういったものをですね、利用するのもですね、いいと思います、うん。私次ですね、このグランピング&ポートゆいね、ちょっとグランピングね、ちょっと家族で行ってみたいなって思ってたんで、はい、今回ですね、こちらもまた来週に予約したので、はい、楽しみでございます、うん。というのでこんな感じで選べるっていうのはいいですね、うん。というわけで、来週も楽しみです。なんか生活はすごいなんか豊かになりますね。こういったものがあると、あればね。まあ、今回ですね、まあ、次々 との、まあ、コラボ動画ということもありましてですね、ちょっとキャンペーンもですね、まあ、このタイミングで用意していただきました。選べる2なんですけれども、最低基本的には3ヶ月からのですね、契約となるんですけれども、1ヶ月ですね、初月が無料で使えるというものでございます。あとは、今回だけ特別に、まあ、1ヶ月でね、ちょっとお試しでっていう形で利用してね、見ようっていう方向けにですね、1ヶ月だけのですね、プランっていうのもで、お試しプランっていうのもですね、用意しているということです。あとは、まあ、選べる5なんですけども、こちらが2000円オフで、選べる14がですね、5000円オフというですね、感じでございまして、まあ、個人的なこれは思いなんですけども、1ヶ月ね、ちょっと登録ね、気になる方はですね、ちょっとしてみてほしいなって思います。うん、やってみるとね、楽しいです。まあ私もね、まあだから横浜もね、まあね、いつでも来れる状態ではあるんですけども、なかなかこういった機会がなかったらね、横浜ね、みなとみらいにですね、ちょっとね、足を運んでみようかなっていうところもですね、なんか思わなかったりするんでね、ね、選んでみてほしいです。結構生活が面白くなると思います。というので、概要欄にね、リンク貼っておりますので、ぜひですね、気になる方はですね、チェック、してみてください。よし、じゃあ、チェックアウトしましょう。もっとホテルいたい？はい。ああ、また来ようじゃん。よし、行こう。あっという間でした。無事ですね、チェックアウトして、まあ、サブスクといってももう普通にね、ホテルチェックインして、チェックアウトしてという流れになりますので、来週はね、まあ、グランピングということで、いや、楽しみでございます。じゃあ、また、とりあえずは今日はね、家に帰ろうかと思います。どうも、オーナーです。ということでですね、前回次々でですね、まあ、横浜楽しんだんですけれども、また後日になりまして、今はですね、静岡県に実は来ております。今回はですね、グランピングにちょっと泊まってみるという感じでございまして、海老名サービスエリアでメロンパン食べたりとかしながらですね、来てるというわけでございます。というので、富士山もね、綺麗に見えてという感じでございまして、あと1時間ぐらいでですね、到着予定でございます。娘は今ちょっと爆睡中で、ちょうどいい感じです。グランピング&ポートユイというところでございまして、東急ホテルズではないんですけれども、まあ、次々と連休しているですね、施設でございます。空港の近くなんですね。まだ行ったこと実はないんですけど、富士山静岡空港の裏にあるんですよ。
今左折してください。なんか入る？あ、じゃあこう学校やで、学校やで。もうワンもしてって。ああ、よし、か。はい。行って。お、中は普通のホテルって感じですね。あ、土足のままいいんですね。あ、綺麗ですね。で、どこが？学校だったか。学校やね、本当にすごい。もう学校じゃないですか。あ、こんにちは。チェックインでお願いします。はい、小野田と申します。はい。名前から電話番号までご記入。あ、わかりました。青を押して。館内のご案内ですね。あ、はい、お願いします。え、京都丸テントですが20番のドーム型のテントになります、はい、お手洗いはテントにはないのでプールと加工車のもの24時間使えるのでこちら使ってください。でバスルームシャワールームも同じフロア1階でして、はい、23時までのご利用となります、はい、あと、テントのすぐ隣なんですが透明のテントが5時から8時半の間ドリンクバーとしてオープンするので食事の時ご活用ください。あ、わかりました。ここもこちらにありますのでね、はい、あとプレイルームは23時まで使えて、はい、体育館一度外出た建物になります。21時まで使えます。はい、わかりました。あとアクティビティがいろいろ展開してまして、時間帯によってやってる内容が違ってくるので、はいはいはい、またやりたいものありましたらフロントにお声掛けください。あ、わかりました。あとですね、各テントで焚き火や花火ができます。夜9時までのご案内になるので、はい、それまでにお申し付けください。はい、わかりました。コミュニティは広報セルフサービス。あ、わかりました、はい、で続いてお食事をですね配膳させていただきたいんですが、はい、5時半くらいのお届けでも大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。あ、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。20番。はい、じゃあポップコーン食べようよ。うん、ポップコーン作れたりとかするみたいな。ということで無事チェックインして、ここは本当は多分校庭だったんですよね。いっぱいありますね。あ、すごいいいっすね。あ、でもこういいね。テントいっぱいあるね。どれ何個ある？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってね、いっぱいあるよね。あ、すごい。わあ、綺麗ね。あの一番多分ね、奥のところだ。あ、この透けてるやつは泊まるところではないですね、うん、こんなところもあるのかなと思ったんですけど、違う。そうだね、ここはここあれ、飲み物コーナーだね。よかったよ。ここ
あ、じゃあ鍵開けてこれ。うわー綺麗ですね。こんな感じのですね、あのグランピングのね、あの宿泊施設となっております。すごく快適で冷蔵庫もあったりとかして、うわーすごいな感じでございます。それでここもそう施設になってまして、バーベキューとかね、あのすることが、まあ、あの次々の場合ね、あのね、あの食事とかついてこないので近くでねいただいたりとかしてもいいんですけども、うん、あのちょっと今回はせっかくもうね、あのこのタイミングということで、こちらはですね、まあ、今回はまあ現地でお金払ってという感じで、はい、あの過ごそうと思います。すごいね、冷蔵庫入れたい。冷蔵庫入れる？じゃあ入れといて。そこはあ、こっち下か、下こっち、はいどうぞ入れといて。水ある。水あるね。というのでタオルもあります。はい、あ、すみません。あ、二人分じゃあお願いします。はい。パパとママ洗って。これアクティビティルームですね。すごい。すごい。だよね。大人が見ても面白い。ポンポンポン。ポンポンポン。おいしい。花一人食べる？いいっすね、こういったのポップコーンね、まだねいっぱい食べてるんですけどね。そう、ここねすごくめっちゃ綺麗、っていうのね、あの学校のプールで泳げるんですよね。まあ、ちょっと今の季節はねさすがにもうあれなんですけども、夏とか最高ですよね。ああうわー何よりここのねプールええー、ね。ああということで、周りは茶畑で、うん、雰囲気もいい感じです。癒されます。ではなくこんな感じでね、あの調理器具を貸してくれるといいですね。持ち込んでいただくっていうのができるみたいですね。あ、じゃあ家か。入っていい？あ、じゃあ入ろう。お邪魔します。狭い狭いね。すごいね。ということで黒板のねこんな感じでありまして、すごい懐かしいですね。黒板なんていつぶりだろう。お、それ黒板消しや。見て、消えるよ。初めて見るね。消してみて。消して。ほら、すごいよね。初めてやね。消えた。こんな感じで、ちょっとなんか当時のそのままのっぽいところもあったりとかして、いいですね。
うまいですね。将来はピアニストかな。もう真っ暗ですね。ということで、今は1年の中でもね、かなり日が出ては短い季節ではありますけども。いやー、すごいですね。学校です。ここはね、ドリンクポートということで、夜の5時からね、8時半までドリンクが飲み放題ということで、こんな感じで、はい、まあ、コーラであったりとか、まあ、コーヒー関係とか、何よりね、ビールとかもね、あったりとかして、うん、すごい楽しめるような感じになってて、いいですね。わあ、楽しいね。あのグランピングもなんか面白いですよね。いろんな路線があって、旅館みたいなタイプからね、こんな感じでね、学校とかね、あのそれサービスもなんかいろいろね、あのあって面白いです。いろいろね、あ、ありがとうございます。ゆうちょ食の配膳でお願いしました。はい、ございます。バーベキューセットになっていて、焼いてもらうお肉とお野菜のところになっています。で、サラダと静岡産のマリネになっています。キッズメニューなんですが、最終的にハンバーガーを作っていただく形になるんですが、その際にハンバーガーなんですけど、中に挟んでもらうのがハンバーグとトマトとチーズになるんですが、でそれに加えて、あとソーセージ、ちょっと見にくいんですけど、ソーセージとグラタンの方も、はい、でここの3つですね、はい、だけ火に通していただいて、はい、挟んでいただくものはハンバーグとトマトとチーズになります。はい、それは器ごとそのままで大丈夫です。わかりました。はい、お願いします。めちゃめちゃ美味しそうで、あのこんな風なキッズメニューもね、あのよ、あのあったりするので、今回ちょっと飲んでみたという感じでございます。ということで、これパエリアよし、じゃあこちらで作っていきましょう。あ、いいですね。よし、じゃあいただきます。今日はあった味付けしてる、生姜してる、すごいですね。ママ、こちらじゃ、よし、いただきます。うん、おいしい。やっぱりね、なかなかアウトドアっていうとね、まあ普段ね、慣れ、もちろん好きな方はね、やるのも含めて醍醐味と思いますけど、私たち家族でもこんな感じで手軽にアウトドア楽しめばいいっすね。うん、おい、くたりるん、さあドレッシング、ソースもこんな感じでいろいろあります。ビカンソース、うん、すごい、玉ねぎ、よし、最高。うん、いや、グランピングの中はあったかいです。ここにいるとモンゴルにね、モンゴルのゲルにいたことを思い出しますね。
あの時はねめちゃめちゃね寒かったんですけど、この中は、まあ、暖房もねあってポカポカでございます。まあ美味しくねご飯もいただいて、あとね花火がね500円で売ってたので、まあ普段ね東京に住んでると花火もなかなかねできる場所って知らないんですけれども、まあここだったらねちょっとまあ、ね、施設内でやってもいいよということだったんで、まあちょっとね娘に初花火もね体験させることができて、大変いい時間をですね過ごしております。いいですね、こういったなんかちょっと非なんか普段いないようなところでね過ごすっていうのはね、ということでお風呂もねちゃんとありまして、なんか校長室だったみたいですねすごいですね、そこをですねリフォームしたみたいです。では行ってまいります。お風呂も入りました。ではちょっとゆっくり過ごしましょう。もう閉めとるね。あ、綺麗ね。あ、じゃあお休みじゃあね、楽しかったね今日も。体も打ってない。それではですね、もう娘もね、寝まして、はい、私もですね、ちょっと早めに寝ようかと思います。というので、まあね、テレビもないような環境でございますけども、すごくね、いいですね。うん、横浜ベイホテル東急とはね、全然違ったですね、そうね、過ごし方をしておりますけれども、うん、同じサブスクですからね。では、おやすみなさい。うわあ、ということでおはようございます。ガタガタ、ねえ、この椅子不思議だね。ウィーンってウィーンということでグランピング2日目でございます。非常によく眠れまして、ベッドもねかなり大きくて快適でございました。よし、じゃあ今から朝ごはん食べましょう。素晴らしい天気でございます。学校っていいっすよね。雨が昨日降ったみたいですけど、もうでも起きたらね、止んでますね。というので、グランピングの場合ですと、こんな感じでトイレがあったりとか、あと学校内に鏡があるところがあるんで、そういったところで、まあこう朝のね、準備とかしたりとか、そういった形になりますね。ということで、朝ごはんこんな感じでございます。わあ、美味しそう。ホットサンドですね。ちょっとビスコはまずいね。なるほど。ということで、朝ごはん。またこちらで、あー、おいしそう。ジュース。よし、こんな感じです。じゃあ、いただきましょう。はい。パンもあります。よし。あら。ハムも上に乗せてください。はい、これ。こっち。わ、上手。あ、すごい、おいしそう。よし。じゃ。それではいただきます。美味しそうです。いいですね。こんな感じ楽しめばいいですね。ここのですね、グランピングに関してはですね、システムでは予約することはできないんで、電話でまあ予約する。まあそういったところも わずかながらではありますけども、ちょっと特殊なんですけども、あったりしますね。うん。まあ今回は空いていたので、まあ、予約しているという感じでございます。うん、いや、でもいいですよ、グランピング。うん。まあ温泉宿とかね、そういったところもありますので、まあね、場所だけじゃなくて、こうね、いろんなジャンルのね、ところに泊まれるっていうのも、この魅力の一つなのかなって思います。まあ何より、まあ、娘もこういった体験をしてね、してほしいと思いますので、自然と触れ合うみたいな、ありがたいです、うんうん、こちらは10時チェックアウトになります。あと1時間ちょっと最後にね遊びに行こうかと思います、娘と。ここはね体育館がねあるということで、 そこでもね遊べるみたいで、ちょっと行ってみましょう。学校なんで面白いですよね。こちらですね。
すごい。あでもこんな感じでね、平成2年とかはね、のやつですからね。あこんな感じで、いやでも今残ってるのいいっすよね。私のね小学校もね、今はね、まだ学校あるんですけどもね、壊されたりしてるんで、その当時の面影のままこんな感じで泊まれたら最高ですね。わあすごいね、はなちゃん走っていいよ、走ろう走ろう走ろう、はなちゃん走ろう、うわーうあれはそう、はちゃん、おい、はちゃん、はちゃん、ういだーん。昭和60年ということで、私は61年生まれなんですけど、でなんか当時の様子がね、なんかイメージできますね。グランピング大会楽しかったです。体育館が思った以上にです。娘が走り回ってて、やっぱ子供はね走ってなんぼなんだなって思いました。よし、じゃあ行きましょう。チェックアウト、先生お願いします。はい、ではチェックアウト完了になります。はい、わかりました、どうもありがとうございました、はい、よし、ではまた帰ります。今回はですね、次々をですね、利用してみましたけれども、いやーね、面白かったです。まあ、選べる2をですね、ちょっと今回利用してみましたけれどもね、そちらが、キャンペーンをですね、実施、しておりますので、まあ、ちょっとね、お試しで1ヶ月ね、やってみてはどうでしょうか。うまく使えば、もう普通に泊まるより全然お得にですね、旅行でですね、することができますので、何よりね、なんかすごいワクワク、するようなですね、サービスだなというふうに思いました。ということで、ね、こんな感じで、ね、今回の動画を終わりたいと思います。またいろんなところですね、旅行していきたいと思っておりますので、引き続き動画楽しみにしていただければと思います。娘もね、朝から遊んで、もうぐっすり寝ております。このうちにちょっと東京に戻ろうかと思います。では、バイバーイ。グッ。